かけてセレブの方なのミスコンテストで優勝することを誓いますわ。まあ誇りもしっかり張れるですので、はい、どうか皆様この後も応援のほどよろしくお願いいたしますわ。なんだかこう動きとかもお嬢様っぽいですわ。やっぱ違いますよね、本物のお嬢様は。ああ、私も手を振ってしまっております。マイクに手当たってしまいました。宣言通り優勝できて一安心ですわね。この方喋り方も私と一緒ですごくほっとします。ちじるさんって呼ばれてるんですもんね。素敵。あ、にしてみれば当然ですけど、はあ、素晴らしいですわ。私もこのポーズで、ね、笑っております。すみません。あら、あら、あなたは？はい、どうも、はじめまして、私、サロメープロデュースでございます。何のお話かしら？よかったらアイドルになってくださいませんか？あなたをスカウトしたいんですわ。スカウト？私を？そうなんですの。どうかよろしくお願いいたします。お待ちくださいな。急にそんなことを言われましても。でもでも、あなたみたいな方、私目指したいですわ。おう、たまたま、たまたま。あら、何か新しいことでも始めてみようと思っていたところでしたの。やっぱりお嬢様は好奇心旺盛ですよね。ええ、この二階堂千鶴、喜んで引き受けさせていただきますわ。まあ、ありがたいですわ。よろしくお願いいたします。私がアイドルになる。当たり前ですわ。トップに立たせていただきますわ。私もトッププロデューサーになるので頑張りますわ。大丈夫ですか？絶対にアイドルになりますわ。ものすごいセレブですから、これを大事にプロデュースしていきましょう。でもなんだか仲良くなれそうですわね。努力なし、栄光はつかめませんわよ。